ナンバーアイの絆が露呈。メンバー同士の裏話に隠された意外な関係性とは翔くんの王のような魅力。騎士くんの意外な一面。ファンの視点ではない素顔とは ?2024 年5月8日。ナンバーアイの3人が東京ドームでのライブパフォーマンスを振り返りました。観客の皆さんが 面白くてユーモアのある内容だったと驚いているようですね。そうですね。ナンバーアイのトークはいつも引き込まれるものがあります。ライブ本編については、ナンバーアンダーラインアイならではの迫力のパフォーマンスが展開されたことが伺える。そして、そのギャップを感じられるのが彼らのトークの魅力だ。キャラクター性の強い騎士ユータはメンバーを次々と称賛し、 ファンの言いたいことをズバリと代弁していた。プライベートで親しい二人の関係性も描かれ、楽しいやりとりが繰り広げられていた。一方で、自身の才能の一端にも触れ、ファンをさらに魅了していた。平野章はいつもの明るい笑顔とは一転し、真剣な眼差しで語る姿が印象的だった。窮屈なら飛び出せという歌詞の意味する思いを、 切々と語っていた。パフォーマンスとのギャップを存分に発揮し、ファンの心を掴んでいた。神宮寺優太は、メンバーの良さを適切に評価し、尊敬の念を示していた。一方で、自身の魅力についても謙虚に語り、ナンバ・ーアンダーライン愛のまとめ役としての一面を覗かせていた。そしてファンからの反応を丁寧にフォローする姿勢が好感を持たれていた。 これらのトークを通して、ナンバーアンダーラインアイのメンバー個性がより一層際立ったと言えるだろう。表舞台で見せる姿とは異なる、ユーモア溢れる一面が垣間見えた。ファンにとっては、彼らの人間性や内面に一歩踏み込めた瞬間だったのではないだろうか。進行役の草薙昌馬は、優れた危機上手ぶりを発揮し、メンバーの素顔に迫る質問を繰り出していた。 一方で、タッキー欲の件は、自身のファン目線でメンバーを称賛するなど、ナンバーアンダーライン愛の魅力をより一層引き立たせていた。ファンにとっては、フォロワーでもある芸人たちが、ナンバーアンダーライン愛について深く理解し、その良さを効果的に引き出していく様子に感動を覚えたのではないだろうか。ナンバーアンダーライン愛の魅力は、 ライブ本編とトークのギャップにあると言えるだろう。ライブでは圧倒的な歌唱力とダイナミックなパフォーマンスを見せつけ観客を魅了する。しかしトークではそのかっこよさとは対照的なユーモアあふれる一面が覗える。こうした両極端な姿を見せられるのが彼らの魅力の一つだと言えるだろう。ステージ上での凄まじい存在感と プライベートの温かみのある交流。その見事なバランス感覚が、ファンを虜にしているのかもしれない。また、これまでの経歴から培った確かな実力と、なおかつ上昇心を持ち続けている姿勢も、ナンバーアンダーライン愛の魅力につながっているようだ。自身の価値を理解しつつ、さらなる高みを目指す姿勢は、ファンの支持を集めていると考えられる。 三人それぞれの個性が際立ち、メンバー間の絆もかきまみえた今回のライブ。ステージとトークのギャップを通して、ナンバーアンダーライン愛の魅力がより一層引き出されたと言えるだろう。今後のさらなる活躍にも期待がかかる。今回のライブは、彼らの裏の顔を垣間見ることができた貴重な機会でした。トークの中では、 お互いを温かく褒め合う姿が印象的でした。岸優太くんは特に熱心に他のメンバーの魅力を語っていましたね。神くんは美しすぎる、翔くんは王様、岸くんは天才など、ファンの声を代弁するようなコメントが続出。さらに、岸くんのシャウトの才能に触れるなど、メンバー目線からの分析も興味深かったです。そして何より、 ナンバーアイの3人が互いを信頼し、リスペクトし合っている様子が伝わってきました。トーク中のテレ笑いやギャグ合戦からは、強い絆と絶妙な科学反応が感じられます。一方で、ライブのパフォーマンス部分では、観客を魅了する圧倒的な存在感を発揮していました。特に平野翔くんの、窮屈なら飛び出せじゃないと、という言葉は、 アーティストとしての強い覚悟を感じさせます。このようにナンバーアイのライブはトークとパフォーマンスのギャップが魅力的ですね。表舞台では圧倒的なカリスマ性を放ちつつ、舞台裏ではファンの期待を裏切らない自然体の姿勢。このギャップこそが彼らのオリジナリティを生み出しているのではないでしょうか。ここから先は私の独自の解釈ですが、 ナンバーアイのメンバーは芸能界という舞台でヒーローとして君臨しています。しかし彼らにも必ず裏の顔があるはずです。皆さんがかいまみたユーモア溢れるトークはそうした裏の顔の一部なのかもしれません。そう考えるとライブ当日の彼らの心情や日頃の努力、葛藤などが見えてきそうですね。例えば、翔くんの 窮屈なら飛び出せという言葉には、アーティストとしての覚悟と同時に、何かしら自身の葛藤も隠されているのかもしれません。このように、ナンバーアイのメンバーには、ファンの前で見せる姿以外にも、様々な裏の顔が隠されているのかもしれません。そうした彼らの素顔に迫っていくことで、より深い魅力や人間性に迫れるのではないでしょうか。 今回の裏話配信は、そんな期待を大いに膨らませてくれました。今後の活動に注目しながら、彼らの裏の顔を探り続けていきたいと思います。ナンバーアイのさらなる飛躍を心から願っています。5月8日、東京ドームでの初のライブイベント、ウラ 2HEROZ が開催されました。このイベントでは、 ナンバーアイの三人が自身のパフォーマンスを振り返り、ファンに面白くてユーモアのある内容を提供しました。岸くん、翔くん、そして神くん。彼らの個性はまさに多彩です。岸くんのファン目線でのトークは、笑いを誘うばかりでした。翔くんは王のような存在感を放ち、神くんは美しいと称されるほどの養子美を誇ります。それぞれの個性が、 ナンバーアイの魅力を一層際立たせていました。また、メンバー同士の関係性も興味深いものがありました。岸くんが他のメンバーを褒めるポイントは、まるでファンのそれ。その言葉からは、メンバー同士のリスペクトや絆が伝わってきます。翔くんや神くんも、それぞれの個性を褒め合い、お互いの成長を称え合っていました。さらに、 ライブイベントでのメンバー同士の絡みも面白かったです。トークは魅力的で、笑いと感動が共存する場面がたくさんありました。ファンもメンバーも一体となって、楽しいひと時を過ごしました。しかし、一方で興味深い疑問も湧いてきます。彼らがライブで披露したパフォーマンスやトークは、一体どのように準備され、演じられたのでしょうか 彼らがメンバーとしてどのように成長し、相互作用してきたのか、その秘密に迫りたくなります。今後、彼らがどのように進化し、さらなるステージで活躍するのか、ファンとしてはますます期待が高まります。彼らの未来に注目し、これからも応援していきたいと思います。最後に、読者の皆さんにもぜひ考えていただきたいことがあります。 自分の大切なことや目標に向かって、どのように努力し、成長していきたいですかまた、他者との関係性やチームワークが、どのように人生や仕事に影響を与えると考えますか興味深い議論が広がることでしょう。